のどかな昼下がり、廊下を歩いていると向かいから書類の山を抱えて誰かがやってくる。よいしょ、よいしょ。養護教諭の雨晴れハウだ。書類で視界が塞がれているらしく、足元がおぼつかない。お、重い。ふらふらと暴走をしつつ近づいてきて、キャ、避ける間もなくぶつかった。いた。二人してその場にへたり込み、周囲に髪が散らばる。お、ごめんなさい。ハウは慌てて地面をまさぐっている。どうやらメガネを落としたらしい。メガネは彼女のすぐ足元にあるのだが、気づきそうにない。仕方がないので拾ってあげる。あ、ありがとうございます。あれ、君は確か青山先生のクラスの子でしたよね。ぶつかっちゃってごめんね。怪我はない？大丈夫です、と答えようとして鼻のあたりに生ぬるい感触を覚えた。手をやってみてみると赤いものが数滴ついた。ひょっと、大変。ハウが急いで寄ってきてハンカチを顔に当ててくる。押さえててください、上向いちゃダメですよ。ああ、保健室行きましょう。大したことはなさそうだったが、あたふたと心配してくるハウを見て断るに断れなかった。これでよし。他に痛むところはありませんか？かぶりを振る。大げさなくらい丁寧に処置された。ふう、よかった。ごめんね、痛かったでしょう。私昔からこうでね、本当にドジなの。嫌になっちゃうな。は、書類は？ああ、しまった、置いてきたままじゃん。ほんとごめんなさい、取ってきますから。教室に戻ってても構いませんし、しばらくここにいても大丈夫ですからね。とにかくすぐ済ませますから、怒られる前に。彼女は入っていたが、どうしよう。戻ったところでやることもない。しばらくいてみることにした。ここは想像しさもなく居心地は悪くない。ベッドに寝てみる。悪いことをしているわけでもないのに、なんとなく背徳感に似たものがあった。しばらくの間ただ目をつむり、外の喧騒に耳を傾けて寝転んでいた。戸を開ける音がした。あれ、起きてんじゃん。よっす、具合悪いの？目を開けると、かすかべつむぎがそこにいた。ベッドの縁に腰掛けて、こちらを覗き込んでいる。あ、そういうわけでもないんだ。よかった。窓の外からいるの見えてさ、寝顔を拝むついでにちょっと寄っちった。お邪魔だったかな。あ、ちょっと詰めてもらっていい？いや、お尻がベッドからずり落ちそうで。いいや。はい、二人きり。けへ、なんかいけないことしてる気分。ドキドキしちゃうね。ね、ちょっと話があるんだけど。今週の土日さ、どっか遊びに行かない？最近忙しめなんだけど、土日どっちか開けれそうなのね。だからどうかなって。なあに、その顔、どういう感情なわけ？なんか不服そうに見えるけど。あーしはただ話があるって言っただけだし、何にもそわついてないもん。そんで、返事は？土日、開けれそう？いける？
よし、なら決まりね。うふふ、楽しみ。目いっぱいおめかししてっちゃおっと。じゃ、細かいことはまた後で。帰ったら通話しようね。そん時行き先とか決めようぜ。つむぎはストンとベッドから降りる。あ、授業遅れんなよ。教室で会おう。そう言って、彼女がカーテンに手をかけたその時。お？ふ、終わった。あの子は、帰ったかな？あ、ハン先生か。今戻ってきたんだね。あれ、カーテン閉まってる。やば、こっち来るよ。隠れろ隠れろ。やっべ、バレるバレる。有無を言う暇もなく、紬は布団に潜り込んできた。静かに。狭く閉じた暗闇の中、彼女のか細い吐息が伝わる。体と体の間には30センチの隙間もない。逃げ場を求めるようにして顔をそらす。顎にひんやりとした何かが触れた。触れている指先が緩やかに力を帯びる。顔の向きを戻すよう促してくる。何と言われたかはわからなかった。音は水中のようにくぐもっていた。真正面から目が合う。目線を反らせない。身動きが取れない。見えない鎖につながれているようだった。じりじりと体温が上がっていくのがわかる。今も触れている彼女の指先がより冷たく感じられる。おほん。布団越しに咳払いが聞こえた。あの、中にいますよね。出てきてくれる？二人とも。うす。え、その？まあなんというか、それはバレますよね。失礼しました。なんか、ごめんね。あ、待って、言い訳させてください。別にやましいことしてたとかじゃないんです。ただ単に。単純に、足が勝手にベッドに潜り込んだだけで。とにかく、こっちの子はあれです。ガチ無罪です。100% 被害者です。悪いの足、正しいの別れ。もういいよ。大丈夫。落ち着いて。私そんなに咎める気ないですから。ないんだ。むしろちょっと怒った方がいいと思うけど。うん、保健室を使ってくれる分には全然いいからね。もう少し来るハードルを下げたいって常々思ってるから。まあでも、もう少しこう健康的に利用してほしいかな。うん、肝に銘じます。会話を切るように内線の呼び出し音が鳴り出した。あら、なんだろう。出なきゃ。ハウは去り際振り返って言う。君、もう具合は大丈夫？うなずいて返す。そっか、よかった。命拾いしたって感じだ。マジでごめんね。迷惑かけちゃって。つか別に隠れる必要もなかったしね。早とちりしちゃった。え、四国さんが具合悪そう？また貧血かもですね。なんか大変そうだね。そろそろ教室戻ろっか。もうじきチャイムも鳴りそうだしね。私が迎えに行きますか。もう向かってる？わかりました。念のため親御さんにも。あ、はい、すいません、わかってます。じゃあ担任は水瀬さんですよね。連絡しておきます。あの子また朝ごはん抜いたのかな。大丈夫かな。アーシたち行きますね。いろいろとお騒がせしました。あ、うん、授業遅れないようにね。ちょうどその時、戸が開いた。
誰かが部屋に入ってくる。まだベッドに腰掛けていたので、その様子を遠巻きに見る形になった。失礼します、四国さん連れてきましたよ。あら、早かったですね。あの、私本当に平気ですから、そんなに仰々しくしないでほしいのですけれど。背中を支えられながら現れたのは見覚えのある人物だった。四国メタン、自称名家の霊嬢、つい先日奇妙な縁から知り合ったばかりだ。何言ってんの、吐き気もあったんでしょ、休んどきなって。いや、ほんの少しだけでしたのよ。今はもうマシになってますし。ダメですよ、無理は禁物、ひとまず座りましょう。はあ、うつむきがちだった彼女がふと顔を上げる。その直後に息を呑み、目を見張った。さっと顔が青ざめるのが見て取れた。どうも。メタンは言葉を発さない。かたくなに紬と顔を合わせないようにしている。返事をしないまま彼女はハウに支えられて丸椅子に座った。水瀬先生、今日は出張だったよね。そうすね、うちそろそろ行ってもいいすか。ハウは女子生徒と軽い会話を交わしている。どっか悪いの、大丈夫。え、まあちょっと。ふん、お大事にね。ねえ、昔どっかで会ったことある。さあ、存じ上げませんわね。そう。ぐっ、うぷ。あとは、言って、さっきより顔色悪くない？吐きそう。吐きそう、吐きそう。あ、ちょ、待って、一瞬我慢して。最悪。メタンは静かに顔を覆ってうなだれた。やっぱり覚えてなさそうね。メタンがゆっくり顔を上げる。一瞬こちらに視線が向いた。メタンは椅子を跳ね飛ばして立ち上がる。は、はあ、なんで、なんであんたまでいるわけ。びっくりした、どうしたの急に叫んで。あ、いいや、なんでもありませんの、急に思い出しただけですわ所用。いや、なんでもなくはない、おかしいでしょうが、眼前にいてほしくない人物を本の指打ち2名漏れなくこの場にいるのは何。あ、ごめんなさい、先生のことじゃないです。メタンは頭を抱えて左右に揺れる。今にも倒れそうだ。そういや、あんたら恋人同士だったんだった。にしても保健室で一緒なのはおかしいと思うけど。恋人同士ではないが、弁明を試みる前に彼女はペタンとへたり込んだ。あ、気持ち悪い。だ、大丈夫？どのくらい具合悪い？いっそ殺してほしい。そこまで？待って、あんたらベッドに二人でいたの？う、は、つまりそれって上。え、嘘吐く？ちょ、ストックストップ袋こっちあるから、だってだって踏み壊して。チャイムが鳴った。休み時間が終わったようだ。教室に戻ろう。